はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエスト4続きをやっていきたいと思います。天空の塔、登るところですね。このまま塔の中に入っていきましょう。お、開いた。あれ、天空の剣とか装備はしてなくていいんだっけ。ドラゴンキラー装備してるよね。持ってればいいんだ。さて、右と左で階段が分かれている。左から、なんとなく左の法則的なやつ。ハンターハンターでいうライノスキング。まあ普通にやっていこう。最近アリーナの一撃で倒せなくなってきたな。オッケー、魔法カンタ、レギラゴン36とかダメージ数が全然違うんだけど、結構食らう一撃が。え、しかも2回攻撃とか。火力が高えな。また薬草の20個か。薬草補充してないからな。1回につき5個くらい使うな。まあいいや。その分マジックパワーを温存してるからね。あれ、結局さ、これってここに降りてくるっていうパターン、そんなパターンだな。右の端の方に宝箱がないことを祈る。これなんかある。慈愛の笑みを浮かべた女神像。んー、なんだ、ちょっといろいろと下も行けそうだし、上の扉から入ろう。宝箱、え、不思議なボレロ。これなんかマジックパワーが回復系だった気がするんだけど、受けた呪文のマジックパワーをたまに吸収か、なんか歩くたびにマジックパワーが増えるとかだったらなぁ、いいんだけど。防御力だけ見るか。ちょっと増えるね。ちょっと増えるけど耐性がなくなるんでしょ。いや、耐性がなくなるのはちょっと嫌だな。結構重要だからね。左も見てみましょう。あれ、左そもそもない。ちょっと左の階段、外に出れる。これ落ちたら多分戻る。裏側とかなんかあんのかな、見えないけど。裏側になんか扉とかはなさそうだね。上に登るか、また右側のこの辺のプレートに乗るか。上へ登っていった。え、これなんかさ、めっちゃ上に登ってんな。さっきの階段のところもやばい、行きたかったな。結局ここの階段に来るっていうオチだったら、そういうオチではなさそうだ。なんか全然敵が出ないんだけど。そういえばまた上にもね、プレートがあるんだよね。ちょっと一回降ります。で、左の階段気になる。やっぱりこれ順路っぽいかな。天空の塔だからなんかそんなに敵がいないのかな。で、ここの階段登るでしょ。あー、宝箱来てよかった。ドラゴンシールド。いや、でもドラゴンシールドは装備する人がいないんだよね。シールド系なんてミネアとかも装備できないでしょ。だって装備できないね。誰も装備できない。袋の中へとこう。もったいないっちゃもったいないな。で、これで上に上がりましょう。超怖そうこれ。柵とかないんでしょ、だってこれ。いや、高いところとか結構苦手だからね。で、さらにこのプレート、ゲーマジで怖い。いや、どんだけ高く上がってんの。いや、地上何階だこれ。地上100階とかのクラスかな。左側になんか宝箱があるな。
まずは一旦下へ降りる。そして左が気になるから上へ登った。これ階段だったので、これで宝箱をゲットか。世界中の雫、結構いいね。クリフトがいないからね。で、はしごが見えるけど、見えますけど、ちょっと右もじゃあ見てみるか。こっち側、ビースト、ピットパイパー、敵とした新種だな。ベイギラゴン弱い。あ、結局何にもないじゃん。フレームドッグ、うん、アリーナの一撃で倒せると楽。じゃあ上に登って、ここにプレートがあるね。このはしごを登るかどうか。プレートで行こう。下に降りそう、これだよね。でも行ってない地域には行きそうだね、これ。あ、ここのショートカットってこと。そういうこと。プレート行っちゃわないよね。行っちゃわない。じゃあ戻ろう。上に登るのと下に降りるのってどっちが怖いかな。その超高いところから下に降りるのと低いところから上に登っていくの。高いところからやっぱ落ちる方が怖そうだな。しかもはしごとかね、雲がかかってる。左階段がある。なんだ、それっぽいところには出てきたけど、これはなんか順路っぽいな。これやったらなんかそのまま天空の城に連れてかれそうだから、ちょっとこっちを見つつ、あの右側に行きたいね。右側に行きましょう。ここの階段、またけ、やばい。魔法簡単、まずは防御を固めて、ズリー、防御を固めながら攻撃してきた。っていうか、ミネアは回復に入ろう。ベーホーマン、アリーナ、マーニャとかなんか2発買ったら死にそう。よし、一気に回復。このメンバー防御が確かに薄そうだな。被弾するダメージが高い。もういいや、ちょっと満タンで回復しよう。食材、ちょっと一回階段を登ります。またライノスキングか。しかし今はこっちも完璧だ。よし、3人ベギラゴン通ったかな。いや、そう思うとアリーナ強えな。マジで強えわ。火力高すぎる。下にも降りられるか。一旦この塔内部、け、どっちだこれ。ここもここで怪しいんだけど。いや、なんかめっちゃ上に登ってるぞ。ちょっと待って、なんか行ったり来たりで申し訳ないけど、やはり探索はきちっとやっていきたい。宝箱はね、回収したいからね、全部なるべく。こっちのね、下に降りて何かないか。これなんか起こってね、小さなメダル。よし、なんでこんなとこに壺と樽が。なんかの部屋だったのかな。力の種、これだけ。マジで何の部屋だ。修行僧の部屋かな。
天空の塔がこんなにさ、なんかいろいろ分かれ道がある意味が分かんないよね。で、このプレートに乗りますか、じゃあ。このプレートの原理もよく分かんないし、どうやって動いてんだ、謎の力が働いている、まあ、この世界はね、魔法というのがあるからそういうのを原動力にしてるかもしれないけど、え、これだけいけないよね。敵が出てきちゃう。あんまりうろついてると敵が出てくる。まずはこのバーラックを倒そう。ベギナゴン、蛇だからな、なんかちょっと耐性は高そう。身を守ってると魔法も軽減されるね、やっぱり。あとは一撃ずつでしょう。違った、意外にヒットポイント高い。ミネアのマジックパワーを先に使ってるか、いや、いけないよね、行く場所ない。騙された。これも何のために作られた部屋なのかマジで理解できない。俺作った設計士誰だよ、天空の塔を設計したやつ。欠陥構造じゃねえか、マジで。じゃあやっぱりさっきの方が順路だったので戻りますか。どっちだっけ、こっちだっけ。この中入って、でここのプレート、でも宝箱があったよな、1個。まだこの先続いてんのか。続いてるのは余裕で。酸素とか大丈夫、空気薄そうなんだけど。でこれさっき見たところか。これはメガザルの腕輪、まあ、使わないけどね。メガザルの腕輪ちょっと1回袋に入れて、てか袋整理しよう、もう一回。世界中の旗誰が持ってんだ、ミネアか。こいつらもこんなさ上空に住んでるのか、大変だな。何食ってんだろうね、こういう魔物って。共食いしてるとは思えないからな、魔物同士でなんか戦って食い物争いしてんのかな。少なくとも水とかなさそうだからな、こんな塔に。あれ、さっき水あった、水のフロアみたいなのあった気がすんな。でも これちょっとやだな、一方的にダメージ食らうからね、やっぱり。そして敵が多ければ多いほどフルボッコにされるから。じゃ全く効かんじゃん。いや、ここはゴリ押すもん。こいつらくらいだったらいけるはず、思いっきり倒せるはず。効かない、マジで効かない。うおー、こっちが早いか、アリーナが早い。よし、さすが。からのちょっとミカミックスのマジックパーが余ってるから、こいつで全員ベホマ捉えよう。ベホマいくつ、6か、全然余裕だね。ここは何もない。いろいろいろな、全部で5体か。これはアリーナでいけるっしょ。 OK、 ベギラゴンどっち、ヘビの方が効くか。でこれもアリーナで倒して、効かない。
ここは階段登っていいよね。からのまた右と左に分かれてるっぽいけど、なさそう。何にもねえな。これは左右対称の、なんていうの、そういう建築物。いや俺はもうその芸術性に疎いからよく分かんない。なんか雲が来てるんだけど、この雲に乗れと。しかし悪しき心を持った者はこの雲には乗れないからな。途中でスポーンって抜けたりして超怖いな。これが一番怖いな。雲に乗るとかさ、怖すぎでしょ。クリリンとか均等運乗れないじゃないですか。超怖かったんだろうな、きっと。悟空に捕まるとか。天空の城がある。お前どっからついてきたんだ。あ、ここは天空城。おかげで戻ってくることができました。ありがとうございました。早速無事に帰ったことをみんなに知らせなくては。ではまた後ほど。行ってしまった。兵士がいる。ここは天空城。ここは竜の神様が治めているお城です。その割には魔物がいるじゃないか。何をしているかって、世界樹の苗を育てているんだ。そうだ、この世界樹の雫をあげるよ。あれ、ま、2つ手に入ったぞ。さっきなんか天空の塔手に入ったよね。世界樹の雫が欲しいの。欲張っちゃダメだよ。これも袋に入れてればまたくれんのかな。その昔、地上に落ちて木こりの若者と恋をした娘がおりました。しかし天空人と人間は夫婦になれるのが定め。木こりの若者は雷に打たれ。え、そうなの。娘は悲しみに打ちひしがれたままこの城に連れ戻された。しかし娘はどんな時でも地上に残してきた子供のことを忘れたことはありません。もし今の三上クソ見ればきっと涙にくれるでしょうって。なんか天空結構ひどい世界だね。雷に打たれたとかさ、死んじゃった。でも生きてたよね。死んじゃったのっていう。大変だ大変だ。まがまがしい雲が地上を覆い始めてるぞ。お前はそうやって何にもしないんだろ。結局解決策を見出さない。それが天空人だ。厄介事は全部地上のやつらに任せる。地上に降りてみたいな。でもマスタードラゴンの許可なしに地上へ降りることはできない。でも十数年前にここの女性が無断で地上へ降りていったんだ。地上へ降りるってそんなにさ罪なことなの。あら、翼のない人間が天空城にやってくるなんて何百年ぶりかしら。この人は寿命いくつ。地上ではとてつもなく邪悪なものが生まれようとしているらしいな。他人事だよな本当に。まあ俺ら天空城にいれば安全だけどなみたいなのがさ、こう見え隠れする。こいつ何してんの。あなたたち人間ね、リスク口を聞いちゃダメよ。はい、お姉様。嫌われすぎだろ。くるりんくるりんつーん。なんでこんな人間嫌われてんの。ひどくない。じゃあ正面に行きますか。マスタードラゴン、先にこっちに話そう。ここに噂は我らが王マスタードラゴン。じゃ重くなるんだけど。マスタードラゴンでかいから。ほほ、ミカミックスが我ら天空人と人間たちの血を引く勇者であられるか。我がマスタードラゴンはいかも、いつもミカミックスのことを気にかけておられたようだ。てかその割にはさ、助けてくんなかったよね、村が襲われた時。本当に気にかけただけ。なんかしてくれてもいいじゃん。私はこの城を治めるマスタードラゴン、竜の神と呼ばれているものだ。私はここにいて世界のすべてを知ることができる。お前たちがなぜ私に会いに来たのかもすでに分かっている。しかしもはや私にもデスピサロというものの進化を封じることはできぬ。お前たちが思っているほどこの私とて絶対のものではないのだ。何みたいな。地震だ。上の画面でなんか暗黒の稲妻みたいなのがこう光ってますね。ご報告します。たった今闇の世界の入り口から邪悪な波動が発せられ。言わずともよい。報告ご苦労。下がってよいぞ己デスピサロメ。この程度のことで天空城を撃ち落とせるとでも思ったのか。それともミカミックスが天空城に入ったことを知り挑発してきたのか。まあよい。ところで人間というのは実に不思議な生き物だな。か弱き人間が時として思わぬ力を発揮する時がある。私はそれにかけてみよう。
完全に上から目線だよなこいつ。天空人と人間の血を引き勇者ミカミックスよ。そなたになら進化した邪悪なるものを倒せるやもしれぬ。そなたに私の持てる力を与えようぞ。げ、経験値くれた。32。ベホマズン。やった。なんと天空の剣が激しく輝き始めた。さあミカミックス行くがよい。邪悪な波動が雲に開けた穴から闇の世界への入り口に向かうんだ。その天空の剣がきっと役に立つであろう。めっちゃ上から目線だけどさ、これ俺が倒せなかったらお前ら終わりなんだからな。もっと丁重に扱ってくれよ。攻撃力は213から233に上がりますね。よし、これで一応天空シリーズが揃いましたと。もうちょっと天空の城を探索しましょう。ルーシアとかどこ行ったんだあいつ。ルーシアっぽい人がいるけどね、ここら辺に。また魔物がいるよ、なんか上の方に。何なのこの城。ここにある本の中にはそなたらに読めるものもあるだろう。そこの二人に読んでもらうといい。あ、なるほど、言語が違うのか。本を読みますか。はい。戦いの歴史、お本。遥か昔、魔族の王エスタークは恐ろしいものを作り出した。それは進化の秘宝。エスタークはその力で自らを神をも超える究極の生物に進化させた。この場合神って誰？マスタードラゴンのこと。しかし事態を知った天空人はマスタードラゴンと共にエスタークと戦った。長い戦いの後ついにエスタークは地の底に封じ込められた。マスタードラゴンでさえもエスタークを封じ込めるだけで消滅させることまではできなかった。エスタークを起こしてはならない、彼に近づいてはならないと書かれています。しかし後で分かったのですが、エスタークの進化の秘宝はまだ不完全だった。闇の力を増幅させる黄金の腕輪があの時はまだ使われていなかったのです。なるほどね。ここにある本を読みますか。はい。進化の秘宝について。進化の秘宝とは本来の進化の筋道を歪めてしまう秘宝なり、この秘宝を使えばこの世にあらざるべき生き物を生み出すことができるであろう。進化の秘宝は全ての災いのもとなり、進化の秘宝を後の世に伝えてはならぬ。地底深くに封じ込めよと書かれています。しかし長い年月の末再び発見しされてしまったのです。進化の道筋から外れた生き物たちの怨念がそうさせたのかもしれませんね。案外本は少ないよね。でも、ね、1週間もあれば読み終わりそうなんだけど。でここの階段も行けるので、でもここってさあ、これドランぐるるるる。あなた方はおかげでまたこうしてこの子たちの世話をできますわ。そうだわ、何かお礼をしなくては。ドラン、こっちへいらっしゃい。生贄が生贄が来た。どうかこの子を連れて行ってください。きっとお役に立てるでしょう。ドランが仲間に加わった。いや、こいつただの生贄でしょ。これから結構危険なところに行くんだよ俺たちは。ドランはまだ子供だからそういうこと分かんないんだろうな、きっと。かわいそうに。ドランは一足先に外へ出て馬車に乗り込んだ。で、馬車どこにいるの。連れてきてないよね、少なくとも馬車。どっか行っちゃったよ。あなたたちの活躍を期待してますわ。お前さんたちこれから大変なところに行くんだろう。ところでバロンの角笛をもう手に入れなさったか。もしまだだったら、何でもゴッドサイト中町の東の祠に眠っとるっていう噂。あ、こいつが教えてくれるんだ。しかもこっちドランじゃなかったしね。で、教会があって、デスピサロは進化を秘宝を用いた進化の邪魔をされぬよう地底に結界を張ったそうです。ピサロの進化を止めるにはまずその結界を破らねばならないでしょう。勇者ミカミックスにご加護がありますようにと。で、この穴か。ああ、恐ろしい。ちょうどこの下の地上から邪悪な波動が発せられ雲を貫いていった。この大きな穴はその時できたもの。まあこんなもんか。で、ここからまあじゃあ闇の世界へ、行くということになりますので、まあメンバーこのまんまでいいでしょう。じゃあ次回は、この雲の下に行きたいと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。